はい。お疲れ様です。おやじです。今日はですね、大型トラックで狭い道路や交差点、住宅、住宅がある道路などの通行の仕方について、あるいは注意点などについてね、話していきたいかなと思っております。 でこれはですね、あくまでもこの親父が、あの、勝手に、勝手に、あの、ほざ、ほざいております。なのでね、これが必ず正解というものではありませんけれどもね。まあ、あの、これから大型トラックに乗ってみようだとかね、あの、まだ大型トラックなど乗ったことないという方の参考になればいいなと。 思っておりますで、今、ご覧になってる道路はですね、結構交通量が多い、あの、多い道路なんですよ。で、今、ここ、一旦停止なんですけどもね、一旦停止もね、しないでバーっと行くようなね、マイカーがね、結構いるんですよね。 ですからね、あの、私はもう必ず一旦停止をして、右左を見て、しっかりと安全を確認して、発信するようにしております。で、このトンネルの先をね、出たところが、若干ね、 工事中で狭い箇所があるんですよ。まあ、あの、大型同士がね、すれ違えないほどの狭さではないんですけどもね、ちょうどこのあたりです。あの、パイロンがあるでしょ。このあたりがね、若干狭いです。ですからね、このあたりもしっかりね、前方を見ながら、まあ、あの、大型などね、来るようだったら、 スピードを少し落として利合する方がよろしいかと思います。で、動画ではね、なかなかわかんないかもしれませんけれどもね。まあ、結構狭いかなという感じがあるかもわかりませんけれどもね、実際運転しているとね、結構ね、こういう道はね、狭いです。ですが、まあ、この白線内にね、 トラックが収まっていればまああのー、衝突するようなバックミラー同士がね当たるようなことはないですねでこの先からね結構狭くなってくるんですよですからねこの辺りでねあのずーっと目線を前にするとね大型トラックが来るかどうかというのがね分かりますのでねで大型トラックが来ていたらこの 手前の方でね、もう待ってあげる。で、来てなかったらね、あの、突っ込んでも大丈夫な道路なんですよ。で、乗用車、乗用車だったらね、結構あの、利合できるので、で、大型同士だったら、結構ね、ここ、この辺りがね、一番狭いんですよね。ですからね、あのー、まあ、通過してもね、30秒かね、そこらぐらいなんでね、 待ってあげてもね、そんな30秒とかぐらいしかね、かかんないんでね。もう無理してね、突っ込んで、にっちもさっちも行かなくなるよりは、手前の方で待ってあげると。この心のゆとりが大事ですよね。 結構ね、この道路はね、あのー、交通量がね、多いです。時間帯によっては。まあ時間帯に、まあ今、おそらく夕方の時間帯なんでね、こんなに交通量多いですけれどもね、まあ朝と夕方はね、結構な交通量だと思います。そしてね、学校とかもあるんでね、 まあ、あのー、朝とその、登下校の時間帯には子供たちも結構いるような道路だと思います。 で、ここの交差点はですね、あのー、結構ね、大型も来ます。で、今乗車がね、停止線をオーバーして止まってるかと思うんですけれどもね。まあ、このように大型が来ましたけれども、結構ね、ギリギリでしょこれね、あのー、本当に停止線をオーバーするとね、あのー、 結構曲がりにくいです。で、この車両は今から左折するわけですけれどもね、この信号を待ってる間に、この左の歩道の方に自転車や歩行者がいないことをね、確認して、しっかりと再受講で、これぐらいのスピードですよ。このぐらいのスピードで再受講して交差点を左折すると。 これをですね、もうあのー、生きり運転みたいな感じで、もうあのー、バーっと行ってしまうと、例えば自転車とかね、歩行者とかがいると、もう簡単に巻き込んでしまうんでね。で、私思うんですけれどもね、そんなあのー、普通にバーっと行ったらね、あのー、左折の巻き込み、 確認とかがね、しっかりとできないんでね。やっぱあのー、交差点を右折だとかね、左折をする際には、しっかりと再徐行して曲がっていくと。いうのが、大事だ、大事じゃないのかなと思います。 で、ここの交差点もですね、もう青信号間に合わないんでね、もう点滅信号を見たらですね、点滅、歩行者信号を見たら点滅していたんでね、もう無理して突っ込んでもね、仕方がないので、で、ここの停止線が今、ちょこっと見えておりますけれども、 大型トラックもね、右の方から来たりするんでね。なので、私の場合は、この停止線より後ろの方にね、あのー、停止するようにしております。そうしたらですね、あの、大型トラックも楽々と曲がれていくのでね。まあ、双方がいいんじゃないのかなと思っております。 この交差点ももちろん再助攻です。しっかりとね、歩行者がいるかどうかというのをね、確認しながら。で、小学校の前なんでね、で、交差点も、交差点じゃない、横断歩道もあるんでね、そこに子供たちが横断するかどうかというのもね、しっかりと見て。で、40キロなんですよ、ここの道路はね。 なのでもう、その制限速度内でしっかりと安全を確認しながら行くと。で、結構ね、横断歩道がないところでもね、住宅街なんでね、人が横断するときもあります。ですからね、本当、この歩道の方とかもね、右、左をね、しっかりと確認しながら、 運転するということが大事です。で、ところところとですね、信号機のない横断歩道もありますんでね、そこに歩行者がいるかどうかというのもしっかりと手前の方からね、確認していくと。ここもですね、あのー、今、信号機はもう変わりそうだったんでね、で、その向こうの 停止線にと止まったらですね、結構、あのー、手前の、こ,この t、まあ、変速交差点というんですか、ここの t 字路とかね、曲がれない車両はね、いたりするんでね、私はもう手前の方でね、止まるようにしております。詳細はですね、今みたいに、あのー、機体の方に、 逃げていく車両なんかね、もう全然待たずに、もうみんながスムーズに行けると、みんながウィンウィンというか、みんながね、あのー、幸せになるというか。なのでね、私はもう、手前の方で止まってあげると、いうことをしております。 ここもね、狭いんですよ。本当に言ったらね、あんなとこにね、駐車して欲しくないんですけれどもね。結構ね、邪魔です。今、自転車がね、あのー、歩道の方行ってましたけどもね、結構ね、ここ、車道の方ね、自転車がね、いたでするんですよね。 ここもですね、あの、手前の方で止まってあげると、ここの左の方にね、道があるんですよ。そっちの方に抜ける車両もね、いるので。まあ、あのー、乗用車2台分ぐらいは開けていくと。もちろん、ここの交差点もしっかりと、再受をしながら行くと。 で、スーパーもありますんでね。本当はあの、マイカーなどがね、出たり入ったりする道路なんでね。本当気をつけていくことが大事です。ここの交差点ね、あのー、広いんですよね。で、もうちょっとね、あのー、信号機もね、 ま、信号が悪いのか、マイカーが信号を無視していくのか分かりませんけれどもね。結構ね、青信号になっても、渡り、曲がりきれない車両がね、いたりして。まあ、そんなとこでもね、まあまあ、あのー、待ってあげると。短期起こさずに待ってあげると。まあ、心の余裕、ゆとりですよね。そういったことも大事じゃないのかなと思います。 ここもですね、あの、国道2号線に今から乗っかるんですけれどもね、ここの交差点も、横断歩道も、結構人が渡るんでね、再受講しながら、ゆっくりと行く。で、停止線をオーバーしている車両もね、あるので、この停止線をオーバーしている車両の後ろの方からね、歩行者がいたりするんでね、そんなのも、 いるかいないかというのも確認しながら行くというのが大事です。はい。そういったところで本日の動画は以上です。いかがだったでしょうか皆さんの参考になれば幸いです。ありがとうございました。